皆さんどうも、クヨウです。今回は、メイリルのガチャが来ましたので回していきたいと思います。その前に前回の動画のガデポン解説動画で伝え忘れていたことがあるので、ここで追記します。ガデポンを回した後に秋のカプセルがもらえます。前回の動画ではそのアイテムについて忘れていたので記述がなかったのですが、前回と今回では秋カプセルでもらえるアイテムが違っていましたのでまとめました。詳しく見たい方は一時停止をおすすめします。前回ミッションをすべてこなせば322個の秋カプセルがもらえましたが、今回はすべて回収するには422個必要になっています。ミッションの数え間違いがあるかもしれませんが、今回も最大で322個です。322個はゴールドを除いたすべてのアイテムなので、322個に届かない人は欲しいアイテムを計算して取っていった方がいいと思います。とりあえず、ガデポンの注意点はこのくらいだと思います。それでは、メイリルガチャを回していきたいと思います。今回は以上になります。もしよろしければチャンネル登録やコメントをしていただけると、モチベーションが上がります。ご視聴ありがとうございました。